こんばんは。おとといの木曜日は何でしょう、突然の真夏日みたいなね、そんな日が一日ありましたけれども、まあなんか台風の影響だとか言ってましたけれども、なんか最近は、ちょっとなんか気候が変だなと思うことがよくありますけれども、まあそれでも日本のあの四季っていうのは素晴らしいですね。まあこれは四季は、日本だけじゃなくていろんな国であるとは思うんですけれども、まあ特に日本の四季っていうのはもう明確にね、分かれているようなね気がします。そしてまあそのなんていうんでしょう、その季節折々のね行事ね、4月は入学式があって春で、夏はまあ夏休みがあってね、そんな風にその季節によって行事もいろいろあってね、まあ本当にね僕はこの日本の四季って素晴らしいなと思うんですけど、この秋っていうのがまた独特のね、なんて言うんでしょう、感覚になりますね。なんか物寂しいようなね、不思議な気持ちにね、秋はなりますよ。あの前回のそのラジオでね、僕はこれからちょっと険しい峠を越えなきゃとか、まあ六星占術についてね、まあいろんなお話をちょっとした、まあそんなこともあってね、なんとなく僕は自分でね、自分をねこの秋のね、なんとも言えない物寂しい、感覚の中に自分で追い込んでるようなね、なんかねそんな変な感覚がね、ちょっとあるんですけれどもね、まあそんなことでね、本日、原純座レディオ第59回目ね、やってみたいと思います。原純座レディオ、59回目原純座レディオなんですけど、特にですね、実はあの今回この冒頭でね、なんかお話をいろいろ考えたんですけどね、特に思いつきませんね、思い浮かびません。それでね、まあ先ほど秋は物悲しいとかね、切ないだとかそんな話しましたけど、実はねひょんなことからね、僕のね本当に小さい頃のね写真がね、偶然出てきましたね。こういうことよくあるんですよ。あの君を信じてのね元になった楽曲、これがこんなとこにあるはずがないと思ってたのがデスクトップに載ってて、なんだべさと思って聞いてみたら、それがまあ昔レコーディングしたね、君を信じての元になる曲だったと。まあそんなようなこととかね、僕があの全然気づかないだけで前からあったのかもしれないんですけど、まあとにかく今回あの原純くん幼少時代なんていうね、そんなフォルダを偶然見つけてね、ちょっと写真をしげしげと見てましたらね、まあなんとも言えない、つまりまあある種対極ですよね。生まれてすぐぐらいの、どうだろう、3歳4歳から小学校へ入るぐらい、その頃の、純くんとね、還暦過ぎたこの純くん、まあ僕はまだもうちょっと生きてるとは思いますけど、それでも、生後それほど経ってない時期の僕、そして、週末をもう迎えようとしている僕ね、まさにまあ対極的なね、その姿だと思いますよね。そんなことでね、まあ皆さんにおかれましては誠にね、退屈でくだらないね冒頭のたわごとになると思いますね。そんなことで僕のねちょっとこの写真を見ながらね、なんちゅう、まあいいですよね、純くんラジオですからね、そんなの見ながらね、ちょっとお話をしてみたいなと思います。実にねつまんないと思いますよ、ね、だからでも寝る人はね寝ちゃってくださいね。それではね、1枚目の写真です。まあこれは、何歳ぐらいなんでしょう、1歳ぐらいでしょうかね、生後1年経ってるのかな、経ってないのかな、まあちょっとまあ詳しいことは分かんないんですけど、まあ生まれて間もない頃ですね。そして2枚目、同じようなこの椅子に座って、これはねリンゴを丸かじりしていますね。これはこの時これを食べたのかどうか、そもそもだって歯が生えてないんじゃないでしょうか、こんな1歳とか、まあ何歳か分かんないけどね、リンゴをかじると血が出ませんかとかっていうね CM コピーがありましたけど、まあこの頃はね血は出ないでしょう、だいたいそもそも歯が生えてないかもしれないですからね。そして、次のお写真これです。これは、何度か僕、使ってる写真なんですけども、左が母親、右が母親の妹ね、いわゆるおばですよね。そして、真ん中、目が寄ってますけれども純くんです。
そしてこれはね、次の写真、これはね多分姫路ね、うちはね、まあ、武田から、都会へ向かうって言ったら、まあ、福知山線で京都へ向かうっていうのと万丹線という、線で姫路へ出るか、まあ、どちらかなんですけど、うちはね大抵姫路の方へ行ってましたね、姫路から、神戸明石ね、そんなあたりで、温泉へ行ったりね、まあ武田から言うところの大都会っていうと、まあ多分姫路じゃないかと思います。これはね、その姫路の、デパートのね、まあ子供服売り場でしょうね。こんな頃からね、なんか純くんは女の子にね、興味があったようですね。どんなつもりでこれを見てるんでしょうね。そして、次の写真です。これ。最近、よく言われますね、日本のマチュピチュとかって言ってね、その雲海に、浮かぶ城跡ね、それがまさにその天空のね、幻の城跡ということでね、そのマチュピチュに非常に雰囲気が似てるとね、そんなことでね、ここに結構大挙観光客の人がね押し寄せてるようですけども、この、写真は、これは病院のね、いわゆる遠足、ね、病院のレクリエーションでしょうね。看護婦さん、それから事務長さん、もちろんお医者さんも、みんなでね、この、まあ、お弁当とか持って、この城跡に上がるわけですよね。そして、この石垣、ね、石垣の上に僕をね、これは乗っけようとしてんのかな、それとも下ろそうとしてんのかな、とにかくこの城跡がある山っていうのが、あのトラフス山ね、トラフス山って、これは虎が伏してるような、あの猛獣の虎がいますね、それが伏してるように、見えるからということでね、トラフス山ね、そしてこの城をトラフス城なんていうふうにも言うそうですね。ですからこの山の頂上まで上がってきて、その上にこの石垣があって、まあその石垣の上まで全員がまあ登ってね、次の写真これですね、登ってその上でまあお弁当を広げたりまあするっていうことだったんだと思いますよね。そしてその次の、写真、これは石垣を下から撮ったところですね。こんな石垣がね、この当時、まあだから60年近く前はこういうふうにしっかりした石垣だったんですよ。ところが観光客の人がダーッと押し寄せて、まあ登ったり、ここの、目地に詰まってる石をまあ持って帰ったりとかして、この石垣がだん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 崩れかけてきて、中の土が見えてきちゃったりとかね、そんな風になってそうです。なので、まあ、この、武田町、もしくはこれ今朝越しっていうんですけど、武田城下っていうね、 わざわざそんな下を作って、この山とこの城跡をね、まあ、守ろうとしてるようなんですけど、まあそんなことで、この当時はもう規制も何もなくてね、みんなでこうやって登りました。そして次の写真、これはね母親が僕の手を引いて、これは多分どこなんだろうな、その石垣の上でしょうかね。その母親の背後を見てください。これが、いわゆる地上ですよね。地面。地面というか、まあ町ですね。こうやってね、見てみるとね、この山頂ってかなり高いですよ。これね。下のいわゆる町がこんなに小さく、見えるっていうことは、この山はね結構高いです。だけど、ロープウェイもなければ、多分その当時はあの自動車が通れるような道も多分なかったので、これね正面からねみんなでね上がったんですよね。で僕もね、そんなあのおぶってね上げてもらうなんてことは、到底してくれなくてね、もう自分の足で上がりました。これもはっきり覚えてます。かなりね険しくて高いですよね。そして次の写真、これが、右下に母親と僕いますけれども、これが石垣、まあこれ結構広いので、石垣があるエリアっていうのが、まあ石垣の端から、撮ったものなんでしょうね。これが頂上の石垣の雰囲気ですね。そして次、これはねこのいわゆるトラフス山とは関係ないかもしれないんですけど、どっかの坂道をね、僕が歩いてて、今まさに転んで顔面を強打するという直前の写真ですね。すごい、ナイスタイミングでシャッターが降りました。ところがこの右に誰かいますね。多分これ母親かと思いますけれども、知らん顔してこの倒れて顔面を打ってギャーギャー泣くだろうというところをじっと見てますね。なんだかね、そんなことで、
まあ、これがですから、竹田城跡ですね、竹田に行ってみたいなと思ってる方ね、まあ、こんな感じですよね、高さもそして結構険しいですから、歩いて登るには。でもこれ母親のこの靴なんかを見てみると、ちょっとボケててかなり分かりにくいですけれども、この母親のこの靴ね、見てみると、まあ、少なくとも登山靴ではないですよね、まあ、ハイヒールじゃないと思うけれども、なんて言うんでしょう、こういうの、まあ、運動靴でもないし、まあ、いわゆる婦人靴ですよね、僕の靴もねあまりよく分かりません。まあ普通の子供が履く運動靴なんでしょう。だからこんな靴で上がれるには上がれたんですね。あのかなり高いところではありますけれどもね、まあそんなことでね、武田に行ってみたいなと思って見える方が、いらっしゃったらね、ぜひ行ってみてくださいね。こんな感じですよ。ここはもう、昔のままの、この状態を、まあ、あの保存するというようなことでね、後年、何か建物を建てたり追加したりね、再現したり、そういうことしてないそうです。だからまあそういう意味ではこの要は石垣があるだけなのかもしれないんですけども、まあでも僕にとってはとってもいいとこでしたね、そんなことで、これが、日本のマチュピチュね、竹田城跡でした。そして次のこの写真、これは何なんでしょう。なんとかちょっと険しい顔をして見ていますね。その何があったんだろう、まあそれはちょっと知る由もないんですけども、とにかくなんかと真剣な顔してね、見てます。これがどうだろう、3歳ぐらいでしょうかね。そして、次の写真、これもね、僕はあの、メモリーズだったか、あれかな、あのシーンズでしたかねの、歌詞カードの、バックにねこの写真を使ってます。これは伊勢湾台風の多分、台風が去った3日後か4日後ぐらいだと思いますよ。この写真の中央の部分に、橋が流されちゃってますね。橋がこう、川の、水面に落ちちゃってますね。これは伊勢湾台風で、壊されたというか、まあ、流された橋です。ですから向こう岸からこっちまで渡る橋ってそうたくさんないので、多分ここでねもう交通がこの当時遮断されちゃったんでしょうね。でまあ父親がまあそれをちょっと記念として撮っておきたいんで、みんなで行こうよって言って、右が母親ですね。で左が、前一度お話したことのあるね、山子さんというね、府長さんですね、看護府長さんね。僕はこのおばちゃんに、まあ育てられたようなものでもありますね、伊勢湾台風の傷跡の写真ね、そして次のこの写真がですね、これがあの右のまるでチンパンジーのようなね、これおばあちゃんですね、母方の祖母です。まあ武田っていうのは非常に遠いとこですからね、まあそれはとんでもないことが起きない限りはそうそうはね誰も来ませんね。これは多分その武田の、お家に、まあこの右にはおじいちゃんも写ってるんですけど、まあ母親の両親ね訪ねてきてくれて、まあどこかでお食事でもしようというようなそんなところでしょうかね。僕は長男でね、とっても可愛がってもらいました。そして次がこれね、なんだか浴衣ドレッド着てね、多分これはどっか温泉行った時の写真なんでしょうね。口開いてますね。僕はねよく口を開いてましたよね。口を閉じろってよく言われましたけどね。多分これは4歳ぐらいでしょうかね、どっか温泉行って浴衣着せてもらってね、口ぽやっと開けてますよね。そしてね、次の写真、これはねこれもまあなんかで僕はあの見ていただいたことあると思うんですけど、僕が生まれた家ですね、病院の感謝です。そしてね実は僕はねこの、当時、九死に一生を得たと言いますかね、まさにね命を落とすね、そんな出来事がありました。この、正面から見てるんですけど、私の生家ね、これの右側に日の見櫓がありましてね、そしてその日の見櫓の向こう側ね、これは川になってるんです。だからこのお家とその向こうに山がちょっと見えますけど、うちと山の間にねまあまあ、幅の広い川が流れてましてね、これも多分ね伊勢湾台風の後ぐらいだったと思うんですけど、結構ね水かさが増してたんですよ。で、僕のその家の右側の日の見櫓のその向こうがいわゆる乗り面って言って、斜めにずる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 と川もまで、
斜めになってるんですよね、単に。だから別にこれは階段があったり人が通れるようになってるわけじゃなくて、単に、まあ斜めになってて、それがそのまま川につながってるんですけど、僕は足漕ぎ自動車ね、おもちゃの足漕ぎの、自動車を、買ってもらって、まあそれ家の周りでそれ漕いで遊んでたんですけど、なんかの拍子にね、その乗り面にドドドッと落ちちゃってね。でしかもね、その乗り面っていうのはね、この町の人がみんなで、ね、ゴミを捨てる場所だったんですね。今のように分別どころかね、ゴミの回収ね、それからゴミをここに置きなさい、何曜日に仕分けですよとか、そんなの一切なかったですね。だからまあこのゴミをそういえばどうしてたのかなと思うけれども、まあまさにこの町においては、この、川につながっていく乗り面のところにみんながそれぞれね、ご飯の、まあ、食べかすというか、例えば皮を剥いた皮だとか、もういろんなゴミを何でもかんでもね、この海苔面から川の方に捨ててました。まあ、今思えばね、なんてことしてたんだろうと思いますけど、まあ当時はきっとそんなもんだったんでしょうね。だから川下の方の、人が例えば洗濯なんかしてると川上からゴミが流れてくるなんてことはきっとあったと思いますけどね。まあとにかくその乗り面にゴミがだーっと捨ててある中を、足漕ぎ自動車が僕を乗せた状態でズル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 と落っこちてって、そのまんま川にドボーンと入りました。で水深はまあまあ深かったですよ、多分50センチぐらいあったと思います。で僕は足漕ぎ自動車に座って乗ってたもんだから、僕の顔の位置っていうのは多分その水面ギリギリだったと思います。それでもうドボーンと落ちて、そのどんぶらこどんぶらことね、流されていくわけですよ。どれぐらい流されたですかね、まあ当時の記憶なんではっきりしてないんですけども、ただそれをですね、目ざとくね、偶然見つけてくれた近くのねおばちゃんがいましてね、純ちゃんって言ってね、あのそのもうとにかく何よりかまずその乗り面に捨ててあるもう汚い臭いそのゴミにまあ飛び込むようにしてね、降りてきてくれて、そして川にジャボーンと入ってね、まあ泳ぐような水深ではないんですけど、それでジャボ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 っとね、僕を追っかけてきてくれて、車から僕をまあ担ぎ出してね、そして抱っこしてね、多分またその上がったんでしょうね。だから多分車は流れてっちゃったと思いますけどね、まさにね、九死に一生を得たというようなね、そんな、事件がありました。まあ昔はね、結構危険なとこいっぱいありましたよ。今だったらその、池にはその金網がしてあったりとかね、まあそれでも事故は起きますけど、昔は本当にね、そういう部分になんて言うんだろう、無関心というかね、今思うとちょっと怖いですけど、まあそんなようなことがあってね、まあ今は生きておりますね。当然ですけど。そして、次の写真がこれです。これはね、もう名古屋に来た後ですね、いやいやバイオリンをやらされて、多分3年生ぐらいじゃないかと思います。だから9歳ぐらい？ね、2年か3年ですよね。これは多分バイオリンの発表会ね、鈴木真一さんっていう方が、なんて言うんだっけな、鈴木メソッドだったかな、まあ、才能教育みたいな、そんなようなことでね、まあバイオリンが一時すごい復旧しましたね、その時のものですね。そしてこれ、それより、ちょっと、時間が経ってますね。これは小学校4年か5年ぐらいでしょうか。ちょっとね、大人びた感じになってますよね。これは多分どっか、旅行へ行ったんでしょうね。家族旅行。ね。半ズボン履いてるから、まあ夏か、ね、秋か、そんなとこでしょうか。多分温泉へ行ったんだと思いますけどね。やっとここで、なんとなくちょっと純くんらしくなってきたかなって感じですけどもね。生後、間もない頃から、小学校5年ぐらいまでのね、ところ、皆さんにおかれましては、ちっともなんとも面白くないと思うんですけど、僕はまあこれをちょっと見つけてね、ちょっとしばし、考えにふけっていました。当時はね、その将来僕がどんな人生を歩むんだろう、どうなっていくんだろうなんてことはもちろん考えたこともなかったし、この先、まあその人生という長い道がね、続いていくわけですよね。でももうこの当時は、もちろんそんなことなんか何も考えもしなかったし、本当にね、もう目の前のことだけを一生懸命やってましたね。一生懸命やってるって別に勉強なんか何もしなかったんで、まあ、バイオリン生かされてね、そして、親の目を盗んでね、テレビばっかり見てましたね。
本当に何て言うんだろう、何も考えてなかった時代ね。まあそんな時代からね、ちょっと何かを考えるようになったり、まあ、恋をするようになったりね、いろんなことを一つずつ一つずつ、やりながらね、そして、アクエリアスの時には、皆さんに応援してもらってね、まああれがね、僕のここまでの人生のやっぱり非常に高い、山というか一番盛り上がった部分ではありますよね。まあ4年間というその短い時間ではありましたけれども、まあ僕の何て言うんだろう、人生の中での金字塔ね、金字塔というのはピラミッドのことらしいですけども、まあそんな時代を経てね、そしてまあ僕はちょっと音楽でも裏方のね、音楽制作のまあ道に進んで、そして4年前にまあ始めたとね、そのようなことでね、まあある意味さっきも言いましたけども究極ですよね、この当時の何も考えなかった何の、まあだから不安はもちろんありましたけど、これあくまでも子供の不安ですからね、勉強しろって言われて嫌だなとか、まあそんなようなねことですよね。まあ大きくなってから抱く不安とはまた全然違ったね、まあのんきな不安を抱えて、まあ遊びほうけてたっていう時代でしたね。そんなことでね、まあ実にね、たわいもないね、こんなもんあんたの子供のね、写真見せてもらってどうなるのっていうような、まあ本当にくだらないたわごとだったんですけども、そんなことでね、本当にね、愚にもつかないね、たわごとでした。まあここでね、ちょっとね、ある意味お詫びと言いますかね、ちょっと面白いものをね、またまた見つけましたんでね、今日の本日のたわごとのこの、なんとも、かったるいね、このかったるさのお詫びにね、ちょっとこんな曲をね、かけて一部終了にしたいと思いますね。これはね、多分今まで、かけたことないです、僕は。ここ数日で発見したものなのでね。まあ、とにかくね、珍しいと思いますよね。それではね、アクエリアスの皆さんがね、演奏しております。この曲を聴いていただいて、第一部の終了です。さあ、何でしょう。どうぞ。五番がいいから、少し離れた寂しい街の話をしよう。僕にとって忘れられない一人の女がそこにいる。飾り窓の中動きもせずに唇だけで男を誘う。悲しい女がそこにいる。寂しい街さ、何もない生き返のは日暮れ時、男たちがやってくる夢のかけらを拾いに、青空の下にいられたはずの今は心も乾いてしまった。悲しい女がそこにいる。飾り窓の女さ、お前はいつだって、そしてこれからも、ああ窓の女さ、お前は愛に背いたあの日から、一人よがりの恋の果てに同じ終わりが待っているだけ。
戻っておいでと呼ぶ声さえも逃げるお前に届かない。探し合ってればあの街に一人、うつろな瞳に僕を映して、わかったでしょうとささやいた。